結局何をされてるんでしたっけ？結局は、はい、グラビアアイドルやってますね。あ、はい、あ、グラビアアイドル、はい、グラビアアイドルってなんどういうあれですか？なんかあんまそう聞いたことはあるんですけど、はいはいはい、文字面は知ってて、はいはい、そうどういうお仕事してるかっていうのはあんまりよく分かってなくて、あ、なんかまあ水着で、はい、写真撮ったりとか、あと DVD とかあんま見ないですか？いや全く見ないですね。へー、確かに DVD とか見、そもそもね、うん、あの神龍の研究以来見てないですね。神龍の研究、はい、グラビアの DVD ですか？グラビアじゃないです、新助師匠が NSC の授業、はいはい、お笑いの DVD、 あ、そうです、お笑いの研究なんですかね、なんか分析みたいな、はいはいはい、そう、まあどっちかっていうとビジネスにも活かせるような、あ、ビジネス系の、はい、そうですそうです、あんまそういうじゃあなんていうんですか、エッチなビデオみたいなのは見ないですか？うん、はい。エッチなビデオっていうか、まあそういうね、まあエッチなビデオですね、確かに。そういう系見ないですか？そうですね、はい、全然見ないです。見ないのか？全くっすね、ほんまに。確かに、あんまり心配になるというか。なんかでもね、うん、インスタとかもやってます？あ、インスタグラムやってますよね、はい、メタ社のやつです ね、 ね、はいはい。なんかそうやると結構水着の女の子出てきたりとかしません？いや全くないです。見ないですか？なんかおすすめとかに、どういう、こどこですかね。うーん、あ、でもあれか、そう、あんまり見ない。あ、でも本当目に触れる機会があんまりないですね。ないっすね。だから僕そのこの前そのたまたまパリ行ったんですけど、はいはい、やっぱそういうパリのそういうアート作品みたいなのめっちゃ好きで、はい、だからルーブル美術館も行ったんですけど、へえ、やっぱりそういう何ですか、そう西洋の、うん、なんかそういう裸体みたいなのとかも結構あったりして、そういうアートとしてはちょっと見てるなみたいなところがあって、アートとして西洋の裸体を見てて、見てて、そうそうそう、あの彫刻とかって、はいはい、そう、だから今日ちょっとアート撮らせてもらえへんかなって思って、はいはいはい、西洋の裸体みたいな感じで、感じの、まあ、全然東洋の裸体、東洋の裸体ですね。アート作品収めさせてもらっていいですか？はい、水着でってことですか？まあそうですね、その変な意味じゃなくて、はいはい、わかります、アートとして、アートとして、はいはい、もちろんです、もちろんです。そういうのはめっちゃ興味あって、わざわざパリ行ったんで、じゃちょっと気が、ありますよね。持ってきます、何個か、はい、私がチョイスしちゃっていいんですか？あ、そうですね、一応でもちょっと見せてもらっていいですか？どんな感じのアートなんで、結構そういうこだわりあるんですよ、確かに、部分は。なるほど、はい、オレンジとか、はい、白、あ、もうちょっと変わった水着、こっちだけついてるよみたいな、はいはい、あ、はい、あ、そうなんですね、はい、こういう感じ、片側の、片側のやつとか、まずなんかワンピースっぽい、はい、ああ、後ろをこうして、はいはい、あ、インスタに載せて、インスタというか、なんかあれですよね、なんか見ました？私のあれですよ、ね、インスタに、はい、熱波師、先日、はい、熱波師です、熱波師として、熱波の時ですよね、開けました、開けました、あ、そうそう、それで熱波でちょっと熱波の方気になって熱波の時にこの水着着てましたね、はい、そうです、熱波、はい、熱波やってますもんね、サウナ熱波やってますね、そうそうそう、サウナ、それが気になって、はい、どれがいいとかあります？でも自分の中で、あ、でもなんかまあ、うん、白とかも、あ、じゃあこれにしますか？はい、そんな、はい、これにします、それにしますか？わかりました、じゃあちょっと着替えてきます、はい、はい、
いやいやいや。あ私の水着並べてましたよね、床に。あ切れてますか。えいやいやいや。いいですね。なんかまあ、あのグラビアだったらこう脱いでいくみたいなのとかも。あ、それ知らないです。それちょっとアート的に試してみますか。ちょっとはい来てから。あ、いいわ。はい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 。あ、はいはい。ああいい。はい、そういうことね。そういうことそういうこと。要はあ、そういう今のいいですね。今です。右から行くっていうのはやっぱ右はそれついてる、はい、ついてるで左ついてへんの、はい、はい、ちょっと動画で撮っていいですか今。はいはい、ついはい右つい、はいはいはい、右はい右ついてる、お右ついてんぞ、左おおいついてへんのか。はい、いいですね。体勢が。あ、いいですね。はいはい、すごい下から。はいはい、あ、かなりアートっすよ、これ。何それ。何ですか、それ。何ですか、それって覗き込んでもらっていいですか。何ですかそれって覗き込んでもらっていいですか。言いながらですか。ここに、はい、何ですかそれでいいですか。はいはいはい、はい、何ですかそれ。はい、いいです。はい、いいです。はいはい、いいです、いいです。ほんまキュビズムやな。キュビズムです。違う、キュビズム。あ、キュビズム、あ、そういうのね。壁も壁系です。壁もこうなんかこういう感じとかで聞いてます。こういう、はいはい、はい、あの舞い戻る、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 舞い戻る思いですか。私の DVD の舞い戻る、私の DVD 舞い戻る思いって言って。あ、え、そうなんですか。いや、そう、全然違います。めちゃくちゃ自意識過剰です。すいません、舞い戻る感じでやる。あ、そうそうそう、舞い戻る感じで やりましょうっていう、そのこういう、あっ。そう、設置、こういう感じ。はい、あ、すごい設置やな、設置やな。設置、設置っすね。あ、だいぶ設置、あ、いいですね。いいですか。はい、結構取れてます。結構取れました。ちょっと疲れたでしょ。ちょっと全然来てもらって、はい、全然座ってください。あ、ここですか。はい、だいぶでもあれじゃないですか、喉乾いたんじゃないですか。あ、喉確かにちょっと乾いてきましたね。動いたから確かに。ちょっと暑いし、暑いし、ちょっとあのアイスあるんで。はい、グラビア DVD 見てますよね。絶対。いい、全く見てない。本当に。何が違うの。 DVD でこうアイスを舐めるみたいなシーンがよくあるんですよ。あ、そうなんですか。ラビアイドルが、なんで、何のために意味わからない。マジで意味わからない。どういうこと、ま、全然意味わからない。知らなかったですか。全くわからないです。で、好きな味食べてください。別にそれ、それを撮影関係ないんで、ここじゃあ、オレンジで。そうなんですか。はい、でもまあ、こっちもこっちもありじゃないですか。ありありありです。普通に食べる用でってことか。あ、そうですそうです。もちろん、何のあれですかね。そんなんあるんですね。なんかあのよくグラビアの撮影で、はいはい、かなりあのみんなやってる。あ、そういう王道なやつがあるんですね。あとどういうのあるんですか、なんか王道のやつ。あ、マッサージとか。ああ。あとトランポリンとか乗ったりとか。え。あ、バランスボールだ。バランスボールみたいな。あ、バランスボールはあるんですか。トランポリンはないんですか。トランポリンもまあありますね。やったことあります。あ、本当ですか。はい。え、ちょっといいですか。なんか、なんであるんですか。トランポリンちょっとあるんですよ。またまた。ラビアの DVD のための部屋みたいな感じでですね。あ、こういうのあったり、アイスあったり。何がですか。生活のためです。生活のためです。そうだ。はい。
それ今日初めて知ったんで跳ねたりとか、はい、あでもこれなんかわかんないですけど、はい、なんか座った方がいいとかあるかもしれないですね。わかんないですけど座ります、はい、座った方がいい、座って、はいはいはい、こういうのもありますね、確かに。あ、はい、そういうどういうことなのこれどういうことか意味わからんけどちょっとビデオ、はいはい、これどういうことですか、揺れるってどういうこと、こういう感じで、ちょっとどういうこと、こういうことかなるほどね、はい、あ、そういう、はい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 、でももう疲れてるでしょ、はい、全然休憩してください、わかりました、ありがとうございます、だいぶ疲れましたもんね、いただきます、はい、あ、なんかいいっすね、あ、いいですか、なんか今の良かった今のちょっと撮っていいですか、はい、はいめっちゃ練習してる、動画でもいいですか、ちょっと、はい、ベリーウマーバって言ってもらっていいですか、そのベリーウマーバ、はい、食べた後に食べて、はい、ベリーウマーバ、はい、あ、素晴らしい、じゃそのベリーウマーバの前に、はい、おかちゃんのみたいなつけてもらっていいですか、なんかおかちゃんの、はい、おかちゃんのっていうのをつけてもらっていいですか、おかちゃんのベリーウマーバ、はい、いいですね、いただきました、はい、いいんですか、はい何なんですか、いや、これはなんかどう実験、はいはい、どんな感じになってんのかなっていう、ベリーうまいばとかでいい、ベリーうまいばベリーうまいば、ベリーうまいば、はい、まいって名前ついてると思う、はい、知ってますね、何が、私の DVD 全部まいって今までついてるんですよ9枚ぐらい出してる中で、はいはいはい、全部マイっていう名前がついてるんですよ、それ知ってました、いいよ、マジでしたもう、そうなんですね、いいっすね、今なんかこれを DVD にしようとしてる、いや、しない、あ、そういうことか、何を言ってんのかなと思って、はい、前に戻る、なんとかみたいな、前戻る思い、それはDVD のタイトルで、あと Oh My Honey とか、はいはい、甘いとか全部マイが入ってるんです、はいはいはい、あ、じゃあちょうどいいですねベリーうまいばベリーうまいばっていいですねベリーうまいば、確かに、うわ、それ DVD にはせんけど、はい、ファイル名それにして保存しておきますねタイトル、はいはい、わかりました、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、勉強になりました、正直。大丈夫ですか、はい、じゃあ、一回置いておきますか。はい。ありがとうございます。全然全然、はい、はい、ありがとうございます。はい。はい、じゃあ、はい。じゃあ。水着の上に着替えてください。はい。